時代別日本史探究一問一答丸14、明治から大正時代産業文化。1872年の国立銀行条例に基づき、1873年東京に設立された最初の国立銀行は、第一国立銀行。1882年の日本銀行設立を建議した大蔵卿は、松方正義。1885年より日本銀行で銀打鑑券が発行され成立した紙幣を銀貨と交換できる体制を何という？銀本位制。1897年、第二次松方正義内閣が制定し、金本位制を確立した法は？貨幣法。1897年にそれまで不可能だった金本位制確立に成功できた要因は？日清戦争に勝利して巨額の賠償金を得たこと。イギリスのジョン・ケイが1733年に発明した織機は？飛び火。1882年に渋沢栄一らが設立して翌年創業開始した紡績会社は？大阪紡績会社。1873年にガウン時宗が発明した紡績機は？柄棒。綿糸の生産量が輸入量を上回ったのは西暦何年？1890年。日清戦争後に中国、朝鮮への輸出が増えて、綿糸の輸出量が輸入量を上回ったのは西暦何年？1897年。1897年、木製の力織機を発明したのは誰？豊田佐吉。明治時代に普及した機械製糸に対して、幕末から一般的に用いられていた製糸技術は？座繰り製糸。1881年、家族の金禄交際による出資で設立された日本最初の私鉄会社は？日本鉄道会社。日露戦争後の1906年、第一次西園寺内閣が公布した全国の鉄道網を統一管理するための法は？鉄道国有法。1885年、三菱と共同運輸会社が合併してできた会社は？日本郵船会社。1893年、インドからの輸入綿花を運ぶために開かれた航路は？ボンベイ航路。1901年、北九州で操業を開始し、ドイツの技術を導入した官営の製鉄会社は？八幡製鉄所。八幡製鉄所に安価で鉄鉱石を供給した清国の鉄山は？タイヤ鉄山。1907年、北海道室蘭に日英共同出資で設立された民間の製鋼会社は？日本製鋼所。1880年代の松方財政によって増えた小作料収入で生活し、自らは工作しない大地主のことを何という？既成地主。日露戦争後に不況になった地方財政や農村を復興させるために内務省を中心に推進された国富増強運動は？地方改良運動。1888年、高島炭鉱での公夫虐待の実態を暴露した雑誌は？日本人。その当時、高島炭鉱を経営していた財閥は？三菱。1899年、日本の仮想社会を書いたのは誰？横山源之助。1903年、農商務省が発表した全国の労働者の実態報告は？職工事情。
1897年、高野房太郎、片山千田が結成した労働組合結成を促進するための組織は、労働組合規制会。1886年、日本最初とされる女工たちによるストが行われた山梨県の製紙工場は、雨宮製紙。1891年、栃木県の鉱山からの鉱毒が渡良瀬川流域の農村に大規模な被害をもたらした事件は、足尾鉱毒事件。1900年、第二次山形内閣が公布した労働者の団結権やストライキ権を制限する法は、治安警察法。1911年に制定された労働者保護のために事業主に義務を課した法は、工場法。1912年、鈴木文次らによって組織された労働団体は、友愛会。1919年、友愛会は何と改名しましたか？大日本労働総同盟友愛会。1920年、その大日本労働総同盟友愛会が開催した労働者の祭典は、第1回メーデー。1921年、大日本労働総同盟友愛会は何と解消しましたか？日本労働総同盟。1921年以降に増加した小作人が小作料減免などを要求して領主と争ったことを何という？小作争議。1922年、杉山元次郎、香川豊彦らによって設立された小作人の全国組織は、日本農民組合。1871年、熊本洋学校に教師として招かれたアメリカ軍人は、ジェーンズ。キリスト教会が推進していた売春廃止に取り組む運動を何という？廃娼運動。1879年、学制が廃止されて新たに交付されたのは、教育令。1886年、学校令が出された時の文部大臣は、森有則。小学校令が改正され、義務教育が6年間に延長されたのは西暦何年？1907年。1890年に発布された教育勅語への拝礼を拒否したため、辞職したキリスト教徒は、内村鑑三。1903年、文部省が統一した小学校の教科書を何という？国定教科書。1897年に創設された帝国大学は、京都帝国大学。1882年、東京専門学校を創立したのは誰？大隈重信。1890年、破傷風の血清療法を発見した細菌学者は、北里柴三郎。1890年に渡米し、アドレナリンの抽出に成功したのは誰？高峰常吉。1891年、神道は祭典の子族と論じて辞職に追い込まれた帝国大学の教授は、久米邦武。下作文学、あぐら鍋の作者は、金垣露文。政治小説、渓谷美談の作者は、矢野竜慶。歌人の奇遇の作者は、東海三子。小説神髄の作者は、坪内逍遥。双葉亭四名の浮雲に用いられた口語体で文章を表現する手法を何という？原文一致体。1885年、尾崎紅葉、山田美妙らが結成した文学団体は、兼有者。
権有者が発刊した回覧雑誌は、ガラクタ文庫。金色夜叉の作者は、尾崎紅葉。1893年、北村東国らが創刊した月刊文芸誌は、文学界。若菜集は誰の詩集？島崎藤村。乱れ髪は誰の歌集？与謝野晶子。与謝野晶子の夫で雑誌明星を創刊したのは誰？与謝野鉄幹。正岡子規の門人で短歌雑誌荒木を創刊したのは誰？伊藤幸男。徳富蘇峰の弟で小説ホトゾギスの作者は徳富蘆花。短編集武蔵野の作者は国木田独歩。自然主義文学布団の作者は田山花帯。長編小説三四郎の作者は夏目漱石。カビ、荒くれを書いた小説家は徳田修正。川上音次郎が流行らせた風刺の効いた流行歌はおっぺけペーブシ。二代目左団次と幼い薫が結成した新劇団体は自由劇場。伊沢修司らの尽力で小学校教育に取り入れられた西洋の歌謡を模倣した楽曲を何という？唱歌。1887年に創立された国立の音楽教育機関は東京音楽学校。1887年、岡倉天心やフェノロサの尽力で開校した美術学校は東京美術学校。晩年に悲母観音を描いた画家は狩野鳳外。浅井中らによって結成された日本最初の西洋美術団体は明治美術会。湖畔や読書を代表作とする洋画家は黒田清輝。1896年、黒田清輝らが創立した洋画団体は白馬会。1898年、岡倉天心、橋本画舫らが創立した美術団体は日本美術院。木彫りの老猿の作者は高村光雲。1907年、第一次西園寺内閣の文部大臣、牧野信明が始めた美術のイベントは、文部省美術展覧会。第一次大戦中、造船業で巨万の富を得た人たちを何という？船成金。1918年、南満州鉄道株式会社が21か条の要求で得た鉱山採掘権をもとに満州に設立した製鉄所は安山製鉄所。中国各地に日本の企業が建設した紡績工場をまとめて何という？在家紡。第一次世界大戦中から戦後の経済発展を背景に職業を持った女性たちのことを何という？職業婦人。大正から昭和初期に流行した中産階級向けの住宅を何という？文化住宅。昭和初期の洋服を着て繁華街を歩く近代的な女性たちのことを何と呼んだ？モダンガール。1918年、原敬内閣で出された帝国大学以外の私立大学なども認めた法令は大学令。1919年、山本実彦が創刊した総合雑誌は改造。大正時代、鈴木三重吉が創刊した児童雑誌は赤い鳥。
1925年、大日本郵便会講談社が創刊し、後に発行部数100万部を超えた大衆雑誌は、キング。東京、大阪、名古屋でラジオ放送が開始されたのは西暦何年？1925年。その翌年、1926年に東京、大阪、名古屋の放送局を統合してできた NHK の正式名称は、日本放送協会。1930年代に始まった画面と音声が一体になった映画を何という？トーキー。戦後総理大臣にもなった石橋湛山が記者を務めていた経済雑誌は、東洋経済新報。石橋湛山が唱えた朝鮮や満州などの植民地を放棄する考え方を何という？小日本主義。マルクス経済学を研究し貧乏物語を書いた経済学者は、川上はじめ。哲学書禅の研究の作者は、西田喜多郎。仏教美術や日本思想史を研究し古寺巡礼風土を書いた学者は、和辻哲郎。郷土研究遠野物語を書き民族学を確立したのは誰？柳田国男。KS 磁石工を発明したのは誰？本田光太郎。黄熱病を研究した細菌学者は、野口英世。1910年、武者小路実篤らによって創刊された文芸雑誌は、白樺。暗夜行路を書いた白樺派の小説家は、志賀直哉。死生、知人の愛を書いた小説家は、谷崎潤一郎。1923年、文芸雑誌文芸春秋を創刊した新視聴派の作家は、菊池寛。長編小説大菩薩峠の作者は、中里海山。大正昭和初期に流行した労働者や農民の現実を描く文学を何という？プロレタリア文学。1921年、小牧大海らが創刊したプロレタリア文学雑誌は、種まく人。カニ光線を書いたプロレタリア文学の作家は、小林滝次。では、太陽のない街を書いたのは、徳永素直。1924年、幼い薫、土方義らが創設した劇場の名前は、築地小劇場。金曜を書いた洋画家は、安井宗太郎。1914年に日本美術院を再興し、清々流転という水墨画を描いた画家は、横山大観。東京駅や日本銀行本店を設計した建築家は、辰野金吾。では、鹿鳴館やニコライ堂を設計したのは、コンドル。お疲れ様でした。受験勉強頑張ってください。チャンネル登録よろしくお願いします。